はい、こんにちは、しあすかです。今回の動画のご視聴感謝します。ありがとうございます。今回は地球人材として輝く帝王学ということで、経営学講座の第297回をやっていきます。今回は供給連鎖の管理ということですね。供給連鎖っていうのは何かっていうと、その原材料とか資材ですね、何か物を作る材料を、提供してくれる人、供給者から消費者までのこの流れのことを供給連鎖というふうに言っています。具体的に言うと、物を作って売るわけですけど、作る人がいて売る人がいて、でお客さんに届くわけですけど、作る人がね、その作るための材料、原材料もしくは資材ですね、こういったものを仕入れるわけですよね。木材だとか鉄鋼だとか、セメントだとか、そういったものを供給してくれる人、この供給者から製造者、そしてこう作ったものを小売業者につないでくれる卸売業者ですね。で、小売消費者と。で、この流れのことを供給連鎖というふうに言っています。で、昔だったら、昔っていうのはいつぐらい昔かっていうと、今ぐらいこうインターネットが発達する前ということです。だからインターネット発達前と発達後という、その比較になるわけですけど、インターネットが発達する前は、ね、供給業者は供給業者として効率化しようと。ね、できるだけこう無駄をなくそうと。いうふうにしてたわけです。自分たちで自分たちの作業とか時間、お金の無駄をなくそうと。で、製造業者は製造業者として自分たちでできるだけ時間とかお金の無駄をなくそうという効率化をしていたと。で、卸売業者は卸売業者として自分の、ね、時間とかお金の無駄をなくして効率化しようと。で、小売は小売で自分たちの、ね、時間とかお金の無駄をなくそうと。こう、もうバラバラの会社なので、自分たちの会社でおのおの無駄をなくして効率化しようというのをやってたわけです、ね、これが以前ということになります。ところがインターネットが発達したことによってどういうことが、可能になったかっていうと、別の会社なんだけど協力することができるようになってるんですね。情報を共有することができるようになってるわけです。例えばその、メールとかもしくはインターネット上のサイトによって、例えば小売業者の人が供給業者もしくは製造業者の情報っていうのをすぐにこう確認することができるということですよね。なので全体として情報を共有して全体として効率化することができるようになったということです、ね、例えば、具体的に言えば、例えばお客さんがね、あの家電量販店に、何でもいいんですけど、例えばパソコンならパソコンを買いに行きましたと、そうした時に、展示品があって、このモデルが欲しいとね、いうふうにお客さんが言った時に、じゃあね、小売業者の人は何をするかって言ったら、まず在庫を確認してみます。お店の中に置いてる在庫を確認してみますと、お店の中に在庫を確認してみた時になかったと。なかったんだけどここにはあるっていうのを、パソコン上で確認することができるわけです、ここの情報っていうのが全部共有されているので、今在庫ございませんと、でも、工場にはありますと。だから何日だったら、お届けすることが可能ですということで、お客さんに対して、情報を提供することができると。だから小売業者は最低限の在庫だけでいいわけですよね。在庫を抱えれば抱えるだけ店舗スペースが広く必要になるし、管理に対しても例えばその倉庫を管理するための経費とかっていうのもかかっちゃうわけです。で、在庫ゼロだったら、それだけ店舗面積っていうのは狭くできるし、たくさん展示をすることができるし、その管理するための経費っていうのはかかんないわけですよね。だからどこも在庫はできるだけ持ちたくないわけです。在庫っていうのは場所は取るし、それを管理するための倉庫とか、もしくは下手すると人まで必要になりますよね、その在庫を管理するためのね。だからすごくこう在庫っていうのはお金をどんどん外に出してしまう存在なので、できるだけこう在庫を持ちたくないわけです。最小限の在庫で済ましたいわけですね。で、最小限の在庫で済ますためには小売業者は最低限の在庫しか持ってなくて、ああすいません、これはもう展示品はあるんですけど、展示品限りで、当店には在庫はありませんと。ただここの情報というのを共有していれば、その代わり工場にはありますので、何日だったら何日以降でしたら、ご自宅にすぐお届けできますよということが言えるということですよね。で、そうした時に、何日に届けてもらえるんだったら、じゃあもうそれでいいですということでこう注文しますよね。
そしたら小売業者は、ね、例えば卸とか製造とか要するにこう、ね、在庫を持っているところに注文してそこからこう配達してもらうということができるわけです、ね、なので各それぞれ別の会社なんだけど別の会社なんだけどその全ての会社が、ね、お互いにこうインターネットメールなりインターネット上のサイトなり、ねそういったもので、ね、情報を共有していることで即時に情報をやり取りしてそしてこうできるだけ無駄時間とお金の無駄がないような形にしているということですね。これが供給管理の供給連鎖の管理という話になります。はい、資材の調達から顧客に至る過程に存在している多くの無駄ということですよね。たくさん無駄がありますということです、ね。どんな無駄があるかといったらまず在庫ですね。ね、どうしてもお客さんから注文があった時に、ね、それぞれ例えば、ね、供給業者はいつ、ね、製造業者から、ね、注文が入るか分からないからやっぱ在庫持っておきたいわけですよ、ね、在庫持っておきたいわけです、ね、で全て在庫を持っておいて、ね、何か注文があったら即出さない、出そうとするわけですけどでも在庫っていうのは置いてる限りは自分たちのねお店もしくは工場の、ね、スペースを取るわけですよね。下手すると倉庫が必要になってしまうわけです。だから倉庫を、ね、借りるための家賃とか建物の維持費とか下手するとその倉庫を管理するための人とかっていう形でどんどん経費がかかっちゃうわけですよ ね。だけど在庫持ってないと機械ロス、ね、売るタイミングで、ね、いやないんだったらもう買わないですという形で、ね、あの機械ロス要するに販売するチャンスを逃しちゃうわけなのでどうしても在庫っていうのは持たないといけないんだけど持ちたくないわけです、ね、持ってないと販売することができないんだけどでもできるだけ持ちたくないわけですよね。だからやっぱ在庫っていうのはもう最小限りなく最小に近くしていきたいわけです、ね、機械ロスはないようにしたいんだけど販売するときには必ず持っておきたいんだけどでもそれ以上に売れないかもしれない在庫っていうのはできるだけ持ちたくないということです。だから在庫っていうのはまあ基本的には無駄ということです。少なければ少ない方がいいということですね。あとは運営の経費ですね、まあ、そのさっき言ったその例えば倉庫を管理するそのための家賃とか下手するとその倉庫に張り付かないといけない人の人件費とか、まあ、そういったものですよね。あとは発注から納品までにかかる時間ということですよね。例えばお客さんがね、これが欲しいんですと言った時に、ね、小売業者が持ってないとね、そしてですよ、インターネットが発達してなかった時に、ね、例えば電話をするとかファックスをするとかって言ったことで、ね注文するとそしたら卸売業者が製造業者に取り、確認すると言ってこう、ねとにかく時間かかっちゃうわけですよね。で例えば製造業者が注文が入ったじゃあ、一つ作ろうと、ね、例えば車一台作ろうと言った時に、ね、その車の部品っていうのをまた注文する注文したらここに納品されるまでに時間かかりここに納品されるまでに時間かかりここに納品されるまでに時間かかっちゃうわけですよね。発注から納品までにかかる時間これはもうお客さんからすると無駄でしかないわけですよ、ね、今すぐ欲しいのに、ね、あの注文して、ね、納品してって言ったらすごい時間かかっちゃうわけですよね。だけどここの人がねここの、ね、情報っていうのを全部持ってればねここありますんで、ね、何日にはお届けできますということでね、すごいこう短縮できるわけですよね。無駄としてはその発注から納品にかかるまでの時間これが無駄ですということです。あとは商品の滞留時間ですね。例えばその小売業者に置いてある、ね、たくさんの商品、ねね、たくさんの商品、ね、これが置いてあると置いてあるってことはそれ以外の、ね、商品を並べることができないわけですよ。店舗スペースに限りがありますからね。一番分かりやすいのは本屋さんだと思うんですけど本屋さんっていうのは、ね、あの1日に、ね、200冊の新刊の中から選ばないといけないわけですよね。毎日です。毎日200冊新刊が出るわけですよ。毎日、ね、とても並べられないわけですよね。だからその200冊の新刊の中から、ね、うちはこの本を、ね、仕入れて店頭に出すというのはなあのやってるわけですけど、ね、どれだけ広い本屋さんだったとしても毎日毎日200冊たった1年で7万冊も新刊が出れば、ね、それは置けないわけですよ、ね、それどれだけ大型な書店だったとしても置けないということになるわけです、ね、で置いてるってことは商品が滞留してるってことは他の商品が置けないってことですよね。だからそれは無駄なんですね。だからできるだけ並べたらすぐ出ていってそのスペースが空くで並べたらすぐ出ていってそのスペースが空くってなると無駄がないんですけど実際は、ね、置いてるんだけどしばらく置いてるんだけど全然その、ね、スペースが空かない商品が滞留してるそれはすなわち無駄だと
ということなんですよね。でこれをなんとかこういった在庫とか倉庫にかかる経費とか発注から納品までにかかる時間とか商品が滞留している時間、こういった無駄っていうのをなくしていきたいわけですね。でそのために供給管理の連鎖と、供給連鎖の管理というのをするわけです。専用ソフトとインターネットですね。このインターネットの発達によって可能になってきているということです。専用ソフトとインターネットの活用を通して即時正確な情報の共有により供給連鎖の管理をするということですね。全ての人たちが同じ情報を持っているということです、ね、お客さんが、ね、これを1台欲しいと、ねっていうふうに注文したということをこの人たちがみんな知っているということですよね。でここに在庫がある、ここに在庫がある、ここに在庫があるというのが分かっていれば、ね無駄がないわけです。そういうふうに、ね情報を共有して、ね、これを全体として別々の会社なんだけど、ね、全ての情報を共有して誰かが、ね、全体として、まあ、製造業者なら製造業者でもいいし小売業者なら小売業者でもいいわけですけど、ね、そこの一番こう関係性の中で一番力の強い企業が全体の情報を持ってて全体で無駄がないように管理をしていくということになるわけです。でそれを実現していることによって在庫というのを小さくすることができるということですよね。で在庫が少なくなればそれだけ運営経費というのは縮小しますよと、ね、家賃が軽くなるとか、ね、あの倉庫を維持するための費用が軽くなるとか、もしくは倉庫を管理している人の、ね、人件費を軽くすることができるというようなことですよね。あとは発注から納品までにかかる時間も縮小ね、注文して注文して注文して納品して納品して納品してじゃなくて、ね、あもうここにここから直接ここに、ね、情報を送って、ね、1台納品してくださいって言って納品してもらうということができる。発注から納品までにかかる時間を縮小することができるということですね。あとは設備の有効活用、例えば商品の滞留時間っていうのが少なくなれば、ね、あのお客さんの情報っていう顧客情報っていうのに、ね、敏感で、ね、これぐらい出せばすぐね即日もう全部売れるということであれば商品がどんどんね入れ替わりますよね。商品の滞留が少なくなる、まあ、コンビニエンスストアなんていうのはもうその、ね、達人ですよね。コンビニっていうのは毎回大体その日にねどれぐらい何が売れるかっていうのは常に全国のポスデータで、ね、本部が集約してるわけですよね。だから、ね、商品の滞留っていうのをできるだけ少なくしようというふうにしてるわけですよね。特にねあの賞味期限とか消費期限があるものだったらもう1日2日単位でどんどん出ていってもらわないと困るわけです。でそうした時に、ね、じゃ逆にその1日単位でどんどん出ていくぐらいのものしか並べないということですよね。でも本当にその売れ筋しか並べていかない、そういうことにすることによって商品の滞留時間を減らして設備を有効活用することができる。あれだけ狭いねコンビニエンスストアのスペースだけども、ね、1日にね50万円60万円という形で金額で売っていくということですよね。でそういったことを、まあ、やるということですね。で全部その情報をね小売が持っている情報を小売だけでこう閉じ込めておくんじゃなくて、小売が持っている情報を全部に共有すると。で製造が持っている情報を製造だけでグッと、ね、閉じ込めておくんじゃなくて全部で共有して、ね、どっかねこの関係者の中で一番、ね、強い、ね、力が強いところ、例えばもしこの関係の中で製造が一番強いというのは製造の、ね、中でもうこの全体の情報を管理する人を持って、でその管理する人がこの人たちを全体的に情報を管理していくということですよね。でそういうことをすることによって在庫を減らすことができる、運営経費を減らすことができる、発注から納品までにかかる時間を縮小することができる、そして設備の有効活用というのができる、ね、無駄がない、時間とお金に無駄がないということですよね。それをすることによってこの全体の収益性の向上と、あとは顧客満足度の最大化ですよね。お客さんからするとやっぱりね待たされるのっていうのはやっぱり嫌ですよね。欲しいと思ったらすぐ欲しいわけです、ね、で顧客満足度の最大化、早い、そしてここでそれぞれ無駄が減るってことは経費が下がるわけですから価格を下げやすいですよね。無駄が多ければどうしてもその無駄の分を価格に上乗せしないといけないわけですけど、無駄を削減して削減して無駄をどんどん削ってくれさえすれば結局かかる経費が少ないわけなので利益が出やすくなります。ということは商品価格を下げやすくなるわけですよね。だから結局顧客満足度の最大化というのにつながるわけです。欲しい商品が早く手に入るようになるし、結果的に無駄を削減してくれたことによってその商品価格っていうのが下げやすくなるということですよね。だから逆に言うと企業からすると常にこの供給連鎖の管理っていうのは努力し続けていると
ね、無駄を発見したらその無駄を削減して、でそれで速度を上げたり、ね、経費を下げて収益性の向上というのを図っているということですよね。でこれはインターネットの発達によってすごくね進んできているということになります。でこれがもっともっと進むということですよね。インターネットというのがさらに、ね、発達して、ね、IoT とインターネットオブシングス、物の IT、インターネット化ということで、ね、パソコン、携帯電話、スマートフォン以外のありとあらゆるものがどんどんインターネットで情報を共有して管理することがさらに今からはしやすくなるので、もっともっと無駄をなくして、もっともっと早く、もっともっとその、ね、経費を抑えるということができるようになっていくわけですよね。だから供給連鎖の管理ということによって、企業っていうのは、ね、経費の削減、ね、速度の速度の実現で収益性の向上で、結果的には顧客満足度の最大化というのを実現しようと企業努力を日々やっているというお話です。はい、今回の動画がですね、あなたのお役に立ったということであれば、ぜひグッドのボタンを押して応援していただけると嬉しいです。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。そして現在ですね、メルマガ登録していただいた場合は、特典教材をプレゼントしていますので、ぜひこの機会にメルマガを登録してください。はい、最後までご視聴くださり感謝してます。ありがとうございます。白坂慎太郎でした。それではまた。